結構な二日酔いでね、こんな時はもう辛いものに限るなと思って、まあ、進化のデリーのあの激辛カレーもええかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと汁物がええかなっていうことで、やっぱりゆで太郎に来てしまいました。で、かけそば注文します。で、かけそばにカレールー。で、もうかけそばにアホみたいに一味振っていきます。めちゃめちゃ辛くします。辛そうですね。赤鬼っていう辛味の調味料もあるんですけど、あれちょっとごま油の香りがするんで、二日酔いにはきついかなっていう感じで。で、カレーかけて、ネギかけて食べていきます。いや、うまそうですね。うん、美味しいです。まあね、ネクタイにカレー汁が飛び散らないように気をつけながら食べていきます。まあ、ここのカレーはね、あんまり辛くないんで、まあ、だいぶ一味かけて、ちょっと辛さを補強してらんだかん感じなんですけど、まあ、それで、なんていうか、自然な感じの味がいいですね。ここのカレー好きですね、すごい。で、どんどん食べていきます。これ以前はね、二日酔いって言ったらほんと新川のデリーに行って、カシミールカレーとか食ったりしてたんですけどね。まあ、ちょっとね、遠いのもあって、最近ちょっと行ってないかな。で、例によって早送りです。いや、もう全然中身映らんと、丼ばっかり映ってるっていうね。もう、まあ、ひたすら食っていきます。で、まあ、ほとんど丼しか映らんまま最後まで行ってしまったという。いや、ほんま。いや、二日酔いの体に美味しかったです。ごちそうさまでした。で、まあ、お店の名前は、まあ、いつも通り、新川一丁目のゆで太郎です。最寄り駅は茅場町、年中無休24時間営業のお店。で、今回食べたのは、かけそば400円とクーポンカレーでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。